皆さんこんにちは2019年合格目標中小企業診断士一時二次プレミアム一年合格コースのガイダンス講義を行いたいと思います私レックセニコシ中小企業診断士の金城淳之介と申しますどうぞよろしくお願いいたしますさて今画面の前でですね皆さん診断士の資格を取ろうかなどうしようかなといろいろご検討されている方だと思うんですけれどもね えー、実際に、まあ、私自身が受験生時代受験生になる前か、えー、受験が迷ってた頃のことをちょうど思い出しますとやっぱりこうせっかくね勉強するんであればこういこう一番ねなるべく、えー、早く合格したいと、えー、短期間で,でしかも、まあ、あの最高の環境でね勉強したいなということで、まあ、いろいろこう情報集めをしてたなというのを思い出します。多分皆さんんも今そうなななじゃないのかなと でやはりその時に決め手になったのがですね私にとってはやっぱり合格者の光栄なんですねで今回あの、まあ、表紙にもこういうふうに書かせていただいているのが選ばれる理由選んでよかった理由がありますよということであの、まあ、私どもですね毎年、えー、合格者の皆さんに対して、まあ、合格祝賀会と、まあ、ささやかながら え、行ってるんですが、今回はその合格祝賀会で合格されたレック製の皆さんにまあ、どこが良かったですか？と。本当にもうぶっちゃけトークをしてもらったんですね。あのまあ、ここに合格祝賀会体験記みたいなことをばーっとメッセージ寄せてもらったんですけどもまあ、この中からですね。えー、まあ、ここが良かった。そこが良かったと。 まああの北のない意見をおっしゃっていただいてでその中からじゃあとに続く皆さんに、まあ、特にここだよというポイントとして、えー、まとめたのが、まあ、こちらということになります。まあ、パンフレットの最初の、ね、1ページにあたる部分なんですけれども見開きになっております大きく5つの項目ございましてまず1つ目がカリキュラム。 2つ目がフォロー制度3つ目が講師4つ目テキストや教材5つ目が学習環境という大きく5つのパートで推薦を頂い,いてますよと。でまずはやはりこう一番大きな要となるのがまあカリキュラムですね。これは後ほどこの1年の合格コースプレミアムのご紹介いたしますけれどもあのやっぱり 私ども受験校の役割というのはいかに効率よくいかに最短距離で皆さんに合格という栄光をつかんでいただくかということだと思うんですね。でやはりあのスーステップ学習ということで、まあ、ベーシックステップアップアドバンスというふうに階段を上るような、えー、段階ごとに学べる設計になっているのみならず学習の範囲についてもやみくもに範囲広げるんではなくてですね あのほとんど皆さんご存知だと思いますが診断士7科科目目ありますよね一次試験7科目それだけでも膨大なんでそれを全部100点取ろうとしたらとってもじゃないけど1年で合格すするのはかなり、えー、困難が伴いますそこで、まああのー、全部の範囲の中でも特にグッとこう一次試験に品質な論点に絞り込んでですねで繰り返し出題されてるポイントに絞って しっかりとこう出るポイントをね絞って伝えていくまあベーシックコースとあとそれを補足していくステップアップやアドバンスというような構成になっておりますですので効率的非常に効率的ですね無駄をもう極力省いたカリキュラムになっているというのが一つの特徴でもう一つがえやはりご存知の通り診断士は二次試験に通らなければ合格できません。一次試験は マークシートということもあって、まあ、独学を選ばれるる方ももいらっしゃるのも事実です、はい、ただ二次試験はですね独学で合格されるのはほぼ、まあ、困難というかですねやはり二次独特のこう作法であったりだとか考え方であったりだとかですね、えー、いわゆるテクニック的な部分も含めて非常にノウハウがないとなかなか難しいということもあってですね レックではそのカリキュラムの中でもこういち早くですね多分これ業界最速だと思うんですが1時と2時を平行学習する時期がありますカリキュラムの中でね当然1時と2時を同時に学習することによってお互いのシナジーが発揮されますしまあここにあるようにねかぶって相乗効果発揮されますしもう一つがあの1時の科目 そのかぶった科目を表してるんですがかぶった科目を同時に学習するということでやはり効率的でもありますよと。なのであのまあそういう中身のシナジー的な部分だけでなくあの効率もいいしまた あの2次をやることによって1次の弱点に気づけたりだとかですねそういった、まあ、あの学習効果的な面からもいってもこの1次2次融合学習というのは非常にに重要ななポイントになります、はい、ですので、まあ、あのいろんな、まあ、皆さんの中でもいろんな受験校を見たりだとかいう方もいらっしゃると思うんですけどもあの2次試験対策がどうなってるかここがポイントですからねここを合格できなければあの診断時合格できないので。 ですから二次試験対策がどうなっているかというところを一つチェックポイントになさるといいと思います。あとはまあ私どもえいろんなまあ診断士以外にもまあ資格を持っているまあ大手のねえ資格総合資格学校でもありますのでやはりフォロー制度というものは非常に充実しております。で今回まあ私どもではですねあのまあ当然この講師フレックス制ということで。 あの同じ講講義をです、ね、別々の講師が担当するとだから、まあ、これ今あの企業系理論という科目でね、えーまあ、後藤先生とあとこれは先生ながら私とあの同じ科目なんですけどもテキストも一緒だけど、まあ、説明する講師が変わることによってやっぱり理解度とかね当然講師との相性もあるじゃないですかそういった部分では複数選んでいくと。あのよくありががちなの,があの 勉強してもなかなかその講師と会わずにですね、えー、なかなか勉強が進まないとかその科目が嫌いになってしまうとか、ああいった不幸なことはね、えー、ないようにやっぱりこういうまああの気に入った方というかですね、はい、まあ、私の方も見ていただけるとというところもあります。はい。またあの何でもすぐにあの質問をできる教えてチューターというね、えー、制度なんかもございますし。 また私も含めてですねレックでは全ての講師が実務家ということで普段はあは実務まあ診断士の実務をしている講師ですなのであのまあ本当に講師だけをやっているというねえ形ではなくやっぱ実務とリンクさせながらですね講義展開をしたりだとかまあ2次の解説をしたりだとか。 という、まあ、非常に実務と結びつけた分かりやすい講義展開ができるというポイントがやはり大きな、はい、差別化要素になると思っております。あとはまあそれを支えるテキスト教材ですねさ、はいあのー、まざまな特にレックの場合はこの過去問題集ですね、えー、過去問を軸にした あーまあテキスト構成であったりだとかまたはあのちょっとしたこのスマホでね隙間時間なんかにその過去問とかねできるようなこういったポチ問というねこういう仕組みがあったりだとかまあとにかく過去問を軸にですねテキストやこういったさまざまな周辺学習ツールなんかも充実しております。 またこちらにちょっとご紹介しているのはあの、まあ、二次試験の学習するときに使う「事例セリシート」という、まあ、レックオリジナルのですね二次を読み解くための、まあ、道具です。はい、こちらで、えー、無理なく無駄なく無駄なくですね二次の力をつけていただけるような構成になっております。はい、あと5つ目の要素として、まあ、学習環境ということでですね非常にあのまあ レックはこの動画であったりだとかそういったツールも含めてですねこういったところにあのもういち早く対応しておりますですから今もう皆さん1人1台スマホの時代ですよねそういった隙間時間にでも外出先でもどこでも学習ができるようにですね動画のダウンロードだったりだとかまたその,この講義自体もまああの1セット15分という非常に短いあの区切りの中でですね 一テーマ一テーマを講義していくという展開をしておりますので非常にこうまあ隙間時間を使いやすいと、まあ、忙しい社会人の方々に非常にあの支持されている理由の一つだということになります。まあ、ですから、まあ、あのこれ私が言ったんじゃなくて本当にあの合格された皆さんがですね選んでよかったとこういうところがあってよかったと。 言っってくださった内容です本当にあ,のありがたいなと思うと同時に、まあ、ぜひ皆さんにもですね後に続いていただきたいなと、えー、これらのもう分厚いですね、えー、フォローアップ、えー、それから講師陣やカリキュラムテキスト等々を使っていただきたいとじゃあそのカリキュラムを具体的にですね、えー、ご紹介したいと思います、えー、コース一覧ということでもう私からはもうこの一つ、えー、2019年の合格目標1次2次プレミアム1年合格コースと。 はい、いうことで。まあ本当にあの皆さんにはあまあ、1時2時を一気通貫でまあ、身につけていただきたいとまあ、スタート時点がちょうどこう。2018年の8月からですね。スタートいたしまして、この上の段が1次試験対策下の段が2次試験対策という見方になっております。そうするとちょうどこうご覧いただいているように、一次試験が学習している。ちょうど途中あたりから。 2次ベーシックといううのが走るようになってますこれがちょうどですね年明け2019年の1月あたりをめどにと、はい、いうことで始まるようになってます。なので2018年の年内は1次の学習をしていただきで年明けから1次2次融合が始まるというような立て付けですね。はい、でこの色が青から赤緑と変わってますがこれが「ベーシックステップアップアドバンス」というふうに、まあ、いわゆるピラミッド。 3ス,ステップで上っていくような感覚ということになっております。はい、同時に2次の方もベーーシックから過去問アプローチでちょうどこの8月の1次試験を境にですね今度は2次アドバンスということでね、えー、実際に10月の2次試験に向けて実力を高めていただけるというようなことになっております。 はいまあそういった形であの詳細についてはですねあの細かくこのパンフレット記載してございますがもう私から言えるのはもう安心してこちらに飛び込んでいただければなと、まあ、全115回ということで、まあ、非常に回数的にもボリュームありますし1時、2時まあ無理なく、無駄なく、むらなくです、ね、でこちらはあの、まあのま教育訓練給付制度対象ということでね。はい えーまあ、そういったようなところも含めてコスト的にも非常に皆さんお得になっていると思いますので、まあ、あのまずは中身ですね大事なのは中身と,とはいえ、まあ、コスト的なところもお気になるでしょうから、まあ、あのそういった割引制度なんかもね対象になっているところもありますのでそこら辺もぜひご利用いただいてぜひあのまあ1回当たりのね115回もあるので1コマ当たりの価格で考えるとかなり お得だと思いますのでぜひご検討いいただければと思いま,す、はい、まあ,あの細かい価格であったり割引制度その他についてはですねまたあの別途お問い合わせいただければとまずもう私ども講師サイドとしては、えー、一刻も早くいいですか診断士、まあ、欲しいなと思ったらもうその日から始めるぐらい一日でも早く始めれば始めるほど合格可能性は高まります。 ですから今この動画をご覧になっている皆さんですね、まあ、診断士とってみたいなとかね診断士取れたらいいなって思ってる人はもう始め,始めるべきなんですね一刻も早く、はい、そうすればはじ早く始めた分だけ、あのー、来年ね皆さんは笑顔になっているんじゃないのかなと思いますのでまあそれも含めてまあまあ,あの今じっくりとご検討いただいてると思いますが、あのー、もう悩むんであればもうこのね プレミアム合格コースに飛び込んできてください。安心して。我々講師陣が全力でサポートしますんでね、はいまあ、そういった形で、まあ、今回このガイダンスではですねあの本当に、えーまあ、昨年の合格された皆さんの生の声を皆さんにお伝えしたかったのでこういった形でお伝えしましたけれどもぜひぜひ皆さんも後に続いてほしいなとで皆さん自身がまた合格体験記とかね、えー、選んでよかったと。 いうまたメッセージをまたさらに皆さんの後の方々につないでほしいなと思ってますのでぜひぜひ一日も早い学習開始をお待ちしておりますのでね。はい、というわけで、えー、簡単ではありますが2019年合格目標中小企業診断士1次2次プレミアム1年合格コースガイダンス講義はここまでにしたいと思います。えー、皆さんの挑戦をおお待ちししてりりまますではごご聴ありがとうございました